おはようございます。もうね、何やってってことで、ママはどこ行きました？眉毛やって、なんかね、もうここ最近ずっとマナー後期つわりで体調が良くなくて、いろんなお仕事だったり誰かと会う約束だったりがね、もう全然行けない状況みたいな感じで、でやっと今日結構何体調が良くて、今日ママ体調良さそうだったね。今そこのとこまで送っていって、でまあ1時間半ぐらい待つので、ちょっと時間を潰しに本屋に来ました。でなぜか僕はいつもここに背負っている財布をね忘れました。え、中にはパパお金がないです。ママのバッグならあるけどね。え、ママのバッグあるの？お財布入ってる？空っぽ抜け殻じゃん。なのでまあ、うわ、え、てか待って、めっちゃタイミングいいんだけど、マジで PR 動画だからとかじゃなくて、本気でバッグ忘れて、でもそういえば今回ね、この動画でも紹介するスミシン SBI ネット銀行だったら携帯で決済できるの。え、危なかったね。携帯で支払いできるから、とりあえずだから本屋行ける。危な、そうだから、いや俺普通にこのね銀行の紹介はね後でしようと思ったんだけど、ちょっと早速活躍する場面に出会いました。そうじゃん、携帯で決済できるんだ。タッチ決済と ID 決済の表示があるところだったら携帯でね、あのピコーンってできるから、だからパパこの口座の中にお金入れてるから全然問題ないわ。だからとりあえず行く。おかえり。あ頭打ちながらそっち行ったけど大丈夫、はい、ありがとう。片手かっけー、ありがとう。トン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 、メガネさん、トン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 、キラキラしまーす。キャッ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 てよーいざー、イエーイ。キラキラヘクヘク、知らんのかよその続き。トントントン、誰に教えてもらったの？ママ、そうなの？ママから聞いたの？トントントンって、そうなんだ。あてこ、いや香りを嗅いで心を落ち着かせてる。私はまたにティープルーなんで。最後に一目だけお母さんに会いに行くことにした。ねえ知ってた、うん、髪の毛やばいって。知ってるよ、髪の毛やばいんだよ。もはやリーゼントだよ。食べんの？マジで髪無理なんだけど。食べたい人？はい。はい。じゃあお座りしてください。熱い熱い熱い。じゃあ普通に来るって。熱いよこれ。普通に来るって。もえちゃん、あそこドア閉めてきて。はい。洗濯機の音うるさいから。ありがとう。静かになったー。あ。どうですか？待ってる。そんな熱くないでしょ、もう。はい。じゃあもう自分でフーフーしなよ。フーフー。OK。開けてよ、ちょっと。ちょっと開けてよ。寝てるんですか？ジョマナ。面白いね、撮るの。まだもうこれからカメラマンになるわ。どうして？妊婦だから。またマタニティブルーだから。あそこの2人はゲームをしています。よっしゃ、勝った。行こっか。
体調どう？悪めあてこってことで、はい、スーパーに行ってお肉、そうだね、あれ持ってきたカード、昨日財布忘れたでしょもうね、携帯、そう携帯で払えるから、今の時代マジで便利だね。そうこれね、仕込みじゃなくて本当にバッグを忘れて、これいつも持ってる、たまにやるんだよね。そうバッグを忘れて、うわやば、カードも現金もないみたいな。あの運転免許証はねずっと車に置いてるから、だからね全然問題ないんだけど、カード忘れちゃうって時があるんだけど、本当にねここにほらスミシン SBI ネット銀行のデビットカード入れてて、もうこれこれ、あこれ新しく作ったやつ、そうそうそう、だからこれマスターカード IDタッチ決済で、あの普通のクレジットのタッチ決済があるから、これだけでね今動けちゃうんだよ、はいはい、だからね昨日も本当にうわやばどうしようの、駐車料金もワンチャン払えないかもとか思ったけど大丈夫でした。本も買えてよかった。デビットカードっていうのはねクレジットカードと違って、買い物したらすぐ口座から反映されて引き落としされる、自分の持ってるお金の範囲内でお買い物するやつだから、めっちゃ使いすぎないよね。そう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 、うん、めっちゃいいよね。しかもねそのポイント還元ってのもあって、500ポイント以上貯まると現金とかに交換できるの。へー、そうすごい、めっちゃいいね。スマホでタッチ決済もできて、買い物もね楽だし、家計簿ねつける手間もね省けるから、あでさっき言ったその目的別口座、これがねめっちゃ便利で、10個まで口座を作れるの。だ例えば、うん、子供たちの学費とか、そう学費用の口座を簡単に作れたり、車買う、数で買う用の口座とか、うん、まあ要はその本当に目的別の口座を、あのわざわざあの口座開設したいんですけどとかやんないで、スマホで追加するみたいな感じで、めっちゃいいね。できんの。だからその目標金額とかその期日もね、設定できるから、へー、あのその達成状況とかもね、確認できるし、あと何万円で車買えるとか。定額自動振り替えもうね設定すれば、毎月自動的に振り込むっていう動作を、ね、自動でやってくれるから、めっちゃ便利じゃん。めっちゃ便利だよね。だから毎月絶対10万円は教育費貯金したいとか、5万円は絶対これに貯金したいとか、習い事の、そう習い事用とか引き落としとかね、そういうのができるから、めっちゃなんか先取り貯金ができるのが便利だよね。先取り貯金大事だよね。確かに。まああとね、その ATM とか振込手数料が月5回まで無料なの。え、すごね。へ、めっちゃいいね。ね。え、マナも入れようそれ。いや絶対入れた方がいいよ。アプリ。そう、アプリ。マイナンバーカードだったらすぐ作れば。あ、そうなの。うん。だからコンビニ ATM でもね、そのスマホアプリだけでね使う。他にもその0歳から作れる子供用口座とか、金利がね魅力的な住宅ローンとか、まあ、NISA を始めやすい SBI 証券連携機能もあって、家計をしっかり支えてくれるサービスがいろいろあるんだよね。すごい。今ならね、そのお友達紹介キャンペーンもやってて、紹介する人もね、される人もめっちゃお得なんだよね。じゃあ紹介して。あ、紹介し、あ、そうだね。紹介コードはね、こちら、ぜひこのコードを使って作ってください。はい。じゃあそのコードで私は作ります。はい。まあみんなも使ってみてください。これはいいね。ね。これ知らなかったから知れてよかったわ。ね、足りないものっていうレベルじゃない量の買い物をしてる人だね。緊急時にもいいしね。楽。これで終わり。財布出してない。便利な世の中です。開けて。ママ、このパン食べたいらしい。うん。お腹空いて死にそうな人がいるから。これと、それでさ、手洗う。手洗ってから食べよ。大丈夫よ。思い出し泣きしなくていいから。あ、そういえば痛かったわみたいな。痛い？うん、痛い？うん、治す？キー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 。あ、ダメ、もうない。新しいやつ
だから、うん、開けたらママに怒られるよ。ダメ。おお、ナイスキャッチ。あてこ、うん、海ぶどう美味しい。いい？あるじゃん、まずそこ全部使い切っちゃうで。なんでしかも海ぶどう買うの、突然スーパー行って。海ぶどう買いたいっつって。好きだから。しかも高いし、なんか800円ぐらいするし。ママ、はい、食べた？すごい。あ、水。うわ、美味しそう。美味しそう。愛してる。パパとママがチューするのキモい？うん。なんでキモい？食べてよかったって感じ。どういう感想だよ。愛されてよかったって感じ。うん。いただきます。マジでうま。うん、うん、読み聞かせしますか。昨日はルイが途中で寝ちゃったけど、どこまで聞いてた？全然覚えてない。だけどね、ももがなんでこんなみんながもものところに来て、もも話聞いてって言ってくれるのか。それは魔法が使えるからっていうわけでもない、めっちゃお金持ちだからっていうわけでもない、なんか悩みを言ったら全部答えてくれるっていうわけじゃない。ももができたのはただ一つ、話を聞いてくれるってこと。こういう風にももは話が聞ける子だったの。はい、そっからです。はい、最近始めた読み聞かせも、まあ大体ね、読んでるうちにすぐ寝ちゃって全然話聞いてないんですけど、あの二人はちょっとね、俺が最近読書の大事さに気づいてめちゃくちゃ本読むようになったんだけど、ちょ、これはルイルね、もうね、マメちゃんも絶対に本読んだ方がいいっていうことで最近始めた読み聞かせ。でも大体ちょっと読んだらまずルイはすぐ爆睡して、でその後ルネもすぐ爆睡して、大体俺が一人で読んでるっていう感じです。マナとモネは今お風呂に入ってるので、ちょっとテーブル片して仕事します。はい、ジョマナ、おやすみって。はい、でも、ね、寝るんですか、モネちゃん。おやすみ、バイバイ。チュ、パパにチューして。バイバイ。はい、ということで、マナちゃんとモネちゃんも多分寝て、今日はね、ちょっとお仕事が残ってるのでサクッと終わらせちゃいたいと思います。まだ動画の途中でね、紹介したスミシン SBI ネット銀行、本当にねおすすめなので、ぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。ポイントをね、現金に交換できたり、スマホでね、動画でも見せたけどタッチ決済ができるデビットカードがねあったり、目的別口座でね自動で貯金をしたり、ATM 使うとか、振込手数料がね、月5回まで無料だったり、本当にね、おすすめなので、ぜひ皆さん、使ってみてください。そして、ね、下の概要欄のリンクに、家計管理術が載ってるので、そこをチェックして、口座開設してみてください。ってことで、今日は寝ます。おやすみなさい。